たな夢、私の夢は叶うのか。このレース最も人気を集めているのはグラスワンダー、1番人気です。3番人気にはキングヘイロー、2番人気は二冠馬娘セイエンスカイ、実力は1番人気にも引けを取りません。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、セイエンスカイ会場に飛ばしていきます。第4コーナーを進んで直線へ向かう。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのはセイエンスカイ、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は5番塩野と追走、少し離れて前山トップガン、1周目のスタンド前にかかっていく11番。続いているこの辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭から後方まで隊列は縦長になっています。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。先頭セイエンスカイ、レースはよどみなく続いています。続いて5番3番手塩野と1コーナーから2コーナーへ向かう。依然としてセイエンスカイ続きました。5番3番手には塩野と少し離れて前のトップガン2馬身差11番。その後からマンハッタンカフェ、さらにグラスワンダー、内を回ってキングヘイロー、少し離れてオグリキャップ、少し後ろから3番2馬身3馬身開いて4番外8番、6番だらりかけてきた、少し後ろから10番、後方2番手に15番、動くか最高峰だ。意気揚々と先頭行きます。セリオスカイどうでしょう。この展開ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。残り 1000m を通過、2コーナー回って向こう正面。セリオスカイまだリードをキープしています。2馬身3馬身開いて塩野と後ろ乗せちゃいましょうか。4番手にはマンハッタンカフェ、そして内目を突き出しては前のトップガン、1馬身離れてグラスワンダー、外目をついてキングヘイロー、少し離れて3番少し後ろからオグリキャップ、1馬身差4番、まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最終コーナー最初に引き抜けてきたのはセイエンスカイ、追い下がるマンハッタンカフェ。セイエンスカイ速い速い、もはや独走状態、キャップを通過、強すぎる。セイエンスカイこのまま最後まで行ってしまうのか。セイエンスカイリードで3馬身、マシンを襲わない。勝ったのはセイエンスカイ、他の馬娘たちをねじ伏せレースを制した。夢のグランプリを制したのはセイエンスカイ。年末最後の大一番を制し栄光のセンターの座を手に入れた。2着はマンハッタンカフェ。この勝利嘘じゃないよ。